衆議院予算委員会で審議中の来年度予算案をめぐり、新たに3つの省の参考資料に誤りが判明し、関係大臣が相次いで陳謝しました。昨日の総務省の予算資料の誤りに加えて、法務省、文部科学省、国土交通省のものでも誤りが見つかりまして、3人の大臣が委員会冒頭から陳謝に追い込まれました。誤りがありましたことは大変申し訳なく、また恥ずかしいことだとお詫びを申し上げます。国土交通大臣としても心よりお詫びを申し上げます。文部科学大臣として心よりお詫びを申し上げます。来年度予算案の資料をめぐっては、立憲民主党の指摘によって総務省の参考資料の誤りが発覚し、これを受けてすべての省庁が再点検したところ、新たに3つの省の予算資料で4項目の誤りが見つかりました。誤り自体には些細なものも含まれますが、予算審議に関わる文書だけに野党側がへそを曲げれば審議がストップしてしまう可能性も十分あります。このため大臣に続きまして岸田総理も重ねてお詫びすると低姿勢で陳謝して、予算案のスムーズな審議に向けて問題の火消しに躍起となっています。